マチルダ E 不評戦車。マチルダ E 不評戦車。マチルダ2歩兵戦車。インファントリータンクマーク E マティルダ MKE マチルダ E は第二次世界大戦前期にイギリス軍で使用された不評戦車である。1938年6月に最初の量産発注が出され、1942年3月に最終生産ロットの発注が出されたが、 全車の完成は1943年にずれ込み、最終的に2890両が生産されている。1934年、イギリス軍は、装甲の厚い不評支援戦車の開発を決定し、翌年10月にはビッカースにより、マチルダこと A11、後のマチルダ I の設計草案が提示された。しかし、低コストで早期に開発することが要求されたために、 あまりに小型で性能が不十分と判断され、1936年9月には、より大型の不評戦車 A12 の使用要求が出されている。これは、マチルダシニアの通称で開発され、1938年4月には試験に入り、6月には140両、8月には40両の生産発注がなされ、1939年に配備が開始された。 不評戦車として、十分な走行、最大走行圧 75mm、総重量26トンを持つことが優先され、搭載された武装は日本土砲及び、同軸機銃と比較的小さめであり、速度も最大時速 24km と低速である。また、榴弾を撃てない日本土砲の代わりに3インチ榴弾砲を搭載した CS、クロースサポートイコール近接支援型も、 生産されている。同軸基銃を別先管銃に換装した MKE ディーゼルエンジンを改良した MKE など MKV まで改良が重ねられた。マチルダ E の車体を構成する部品は厚延防断口と鋳造孔の組み合わせであるが、鋳造孔で作られた車体前面は必要以上に厚く作られたものを車体内側から職人が グラインダーで削って加工する必要ある手間のかかるもので生産性に優れるものではなかった。この車体全面は開発当時輸入され試験中であったクリスティー戦車を参考にした先細りの形状で立体フレームとの間に工具用ロッカーを置いて隙間を埋めている。しかしこの場所はブレーキによって加熱しやすく可燃物が入っていると燃え出すことがあった。 それまでの英軍戦車に比べ重い砲塔には、初めて油圧旋回装置が搭載された。ただし、不行は、他の日本土砲搭載戦車同様に、砲手が、砲画に片付け消して行っていた。多くの英軍戦車では、砲塔内に無線が搭載され、社長がそれを扱っているが、マチルダイでは総天守がその役を担っている。サスペンションは、日本式と呼ばれる、ベルクランクと、 水平置きスプリングの組み合わせである。これは、以前日本に輸出された、ビッカース C 型中戦車用に開発され、後に中戦車、MKEE の車体に取り付けて試験が行われ、マチルダ E に採用されたものであった。本格的運用は、西方電撃戦でのアラスの戦いからである。その熱い装甲は、ドイツの EE5 戦車や短方新型の4号戦車、 チェコ製の35戦車及び38戦車の手法や対戦車砲の鉄鋼弾に有効であった。北アフリカで戦争が始まると、アメリカからの供与戦車と共に、イギリス機構部隊の主力として1941年のバトルアクス作戦やクルセーダー作戦などで活躍した。本社の装甲はここでも有効で、その姿から戦場の女王、周りにいる不評を、あり、 マチルダを女王アリに見立てての表現と称された。しかし、バトルアクス作戦中初期のハルファや峠をめぐる戦いでは、同地に展開していた 88mm 高射砲の水平射撃により重水量が激破されている。これは、影楼のために高射砲が発見しづらかったのと、砲兵のような難目標に効果的な榴弾を打てず、同軸機銃による射撃も、 効果的でなかったからである。この致命的な欠陥について、ドイツ軍のロンメル元帥は、MKE は、不評戦車と呼ばれているのに、敵不評に打つべき榴弾が用意されていないのは、なぜだろうか。実に興味深いものだ。この戦車は、とてつもなく遅く、物資集積所にまっすぐ突っ込んで大穴を開ける、ことくらいにしか役に立たないだろうとの改造を、残している。 北アフリカに送られた車両は、車両の輪郭や進行方向を誤認させるためがずる迷彩のような直線で構成された独特な迷彩が採用された。1942年に入ると長方針 75mm 砲を搭載した4号戦車界2型が出現し、防御面での優位性が失われた。さらに6ポンド砲を搭載した新型の チャーチル不評戦車やアメリカから供与された M3、中戦車や M4 戦車の配備が本格化し、低速で発展性に乏しい本車は、より大型の戦車砲を搭載することができず、走行を増したドイツ戦車に対応できなくなった。1942年6月のトブルク間落後には、稼働するマチルダはほとんどなくなっており、4両だけ、残っていた CS 型も、翌月3両が失われ、 生き残った一両は、イギリス軍が実戦に用いた最後のマチルダとなった。本社はソ連に対しレンドリースポーによる輸送が行われたが、足回りのスカートが誘導輪を支える構造材を兼ねていたため、取り外すことができず、泥が詰まりやすい点など、同じくソ連に送られたバレンタイン風氷船車に比べ評判は良くなかった。太平洋戦争においても、 東部ニューギニア戦線で1943年、昭和18年9から12月にかけて行われたフィンシュハーフェンの戦いで、オーストラリア第9師団が本社を使用し、第2本帝国陸軍第20師団と戦闘を行っている。ここでも本社は高い防御力を発揮した。この戦いの結果、第20師団は人員の45%に損害を出し配送した。 このほかマチルダを装備した部隊は中隊小隊規模で各所に分建され特に三ンチ榴弾砲を持つ CS 型やフロック火炎放射戦車が日本軍の加点潰しに有効に用いられた。また戦後若干数のマチルダはオーストラリアの市民防衛軍に引き渡され1955年まで配備されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。